狐は悪心から罪なく民を殺したという者もいれば、坂井先生、巴の消息は？つかめたが、今のお主ではかなわんな。巴を鬼とお思いですか？まあ、誤りではあるまい。あやつに恐れはない。誉れを知らぬ生まれついての人殺しだ。覚えがあります。いや、お主にはわからん。おい、いずこへ？弓の修練場、猛虎が鍛えておるらしい。おそらく巴もおるはず。巴が恐れ知らずであれば良い味方になりましょう。恐れ知らずは獣と同じ。獣では弓を得得できません。忘れることだ。味方になりはせん。何故裏切りを？持てる技を全て授けてやったのだが、恩を仇で返したゆえ罰したのだ。おつらかったでしょう。中山で捕虜が死んでおっただろう。あれは巴が殺めたものだ。初めてではなかろう。何か事情があるのやも。事情などあるものか。ここを登っていけ。先生は登れますか？どうしたもたもたするな。手を貸しますぞ。まずまずの出来だ。登る以外なかったのでは？いや、登れと言っただけだ。お主の鍛錬にな。やだ、日本式のものもある。猛虎は離れた様子です。的の近くに足跡があるかもな。的などどこに？矢倉のそばだ。まずまずの出来。矢が落ちたところへ行け。ほら、急げ。
稽古を積んだ人の首を的に見立てたのか。先生、猛虎です。なかなかの腕だ。なかなかの腕だ。存分に休めましたか。立ちさばきを観察していたのだ。猛虎がおるとご承知でしたね。まあな。伝えなかったわけは。あれ式の敵に敗れるようでは巴には歯が立たぬからな。これは戦だと仰せですか。戦を解かれる筋合いはない。これからも腕試しは続けるぞ。道理で巴に襲われるわけです。はてさて、巴はどこへやら。探しましょう。ここに足跡が10人かそれ以上。後を追え。巴を見つけてもたじろぐな。うかうかしておったら死ぬぞ。次こそ弓をお使いに。あやつがいればな。いなかったら。お主一人で十分ではないのか。無論です。よくぞ申した。民を的に弓の稽古とは何の罪があるというのだ。
心張ろう。猛虎の中に島の女子はいたか。やはり島の者、命を下してました。どのような。先生がどうとか、湯がどうとか、聞こえたのはそれだけです。面目ない。下道に技を授けてしまったか。巴は猛虎を指揮していたそうです。日吉の湯の名も出したとか。よからぬことを始める気だ。酒井、お主の平日、志村やわしの教えではないな。猛虎は比類なき強敵です。倒すことを優先したまで。武士が守りてぞ。追い打ちは野党のすること。駒田を知らぬゆえ。見ずとも分かるわ。地獄であったであろう。だが次の下道を育てる気はないぞ。いかにも下道は一人で十分。巴が日吉の湯を狙っておるなら備えなければならぬ。よいな。では道場で会おう。
志村様が捕まったそう。ああ、初、飢えて死んじゃないだろうね。誰のことだ？筒の外れにいる女のことですか。族はみんな死んで食いぶちを得る術がないと聞きました。探してみよう。望みを捨てちゃいけない。よし、影。やっ！
し作れ。助けを。ムクロだ。誰が殺した？恐ろしい侍です。奴は重則の試練一戦について教えろとわめいていました。答えを得られぬと知るや怒りに任せ切りつけたのです。答えとは何だ？見当もつきません。語りを聞かせろ。狙いを見定める。対馬に人の移り始むるほど異様な雷と大風島を襲いけり、雷の満ちたる土より稲妻の獣いでたり、獣さがあらければ悟りて暴れ破壊の限りを尽くす。早くて防ぐことをあたわず、かの稲妻の獣を果たしあたう者あらば重則のみぞとて、義人対馬第一の早業の武者を頼みけり、重則刀を持って余人に遅れを取らず、阿弥陀したる秘剣を試練一戦と称す。人の眼にて見ることあたわざる技なり。重則は村の獣を釣り出して小松ヶ浜へ誘いたり、砂が捕らえる獣足、獣二人と渡り合い、稲妻に砂は灰となり、木は炭となる。心とばかり重則は試練一戦が握りて、最後の獣が発るほど雨雲が去りて空は晴れ、対馬は子供の中に蹴り、その後重則隠れすぎて出会う者もまれなり、類いなき勇と腕とを示しし者のみに試練一戦の奥義を伝う。大風来たる時、刀を重則のいおりに捧ぐ。ありどころを知る弟子のまた獣シーゾケンとの思いなればなり。犯人の狙いは重則の技の得得、そやつに渡すわけにはいかぬ。どっちへ行った？女が橋の方へ逃げると、そやつも始末をつけさせねば。奉仕が言っていた橋、鳴き声がする。どこだ？お侍様、みんな殺されちゃって。犯人を見たのか？死人でした。子が安平。聞いた名だ。槍川家の老頭だな。顔はわかるか？忘れたくて忘れられません。ついてこい。橋の向こうに足跡があるはずだ。狐の後、急いで逃げたのか。古賀について他に知っておるか？幾年も前に槍川家に仕えていたことしか。
槍川家は反乱の後離散し、家臣も追放されたはずだ。古賀は対馬を離れ、蒙古襲来の折に戻ったとか、その後のことは分かりません。いずれにせよ、あのような所業は許さぬ。この先、敵陣があるようだ。蒙古だ、隠れろ。術目覚めしといくぞ。シーサンドラデスデイサン손배시발수인발구대유치배시발치姿がどこにも見つかりません。
古賀の姿がどこにも見つかりません。古賀康平という者を追っておる。さっきまで櫓におりました。まさか猛虎と。はい、ですが言い争いを。重則という言葉は聞き取れました。櫓を調べる。新手が来る前に身を隠すがよい。友田が燃やされた。次はどこだ。アザモンか。古賀は何をしておった。白い歯、稲妻で色が抜けたかのようだ。重則の話は猛虎にも伝わっておる。古賀は奉仕の語りと比べたのか。試合場だ。これを探しておったか。古賀はいずこかで試練一戦を伝授されるつもりだ。この近くに白い葉をつける木があります。そこが行き先。助かったぞ。安全な場所へ逃げろ。承知しました。あのけだものを倒してください。白い葉の木を見つけねば。
顔を集めたのか。あれか、白い歯、稲妻で色が抜けたかのようだ。このうめき声だ。タッチを抜け。
犯人は猛虎を連れた男か、うん、祖父から試練一線を授かるため連れ去りました。祖父の命が危ない。行き先は？祖父の稽古場、小松の海岸にあります。どうか祖父を。させるわけにはいかぬ。よし、加減はせんぞ。出てきた猛虎だ。いざ勝負。
した猛虎だ。撃ってこい。試合場に違いない。古賀は何をしておった。足跡だ。新しい。古賀康平、槍川の狼藉者め。昔のままだな。槍川が焼かれた様をお前は知らぬであろう。この15年もの間、わしは志村を切り殺すためだけに生きてきた。叔父上に会うことはかなわぬぞ。あのジジイから死に際に試練一線を授かったぞ。その身で受けよう。何も学んでおらぬようだな。Okay.
最後があろうか。対馬を守るためにのみ試練一線を使うとお主に誓おう。Yeah.